ナンバーアンダーラインアイ、コミュニティの夢を実現。コーチェラ出演決定で、社会的な興奮が広がる。世界最大級の音楽フェスティバルであるコーチェラに、ナンバーアンダーラインアイが出演することが発表され、ファンたちは大いに喜びました。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔さん27、神宮寺ゆうたさん26、岸ゆうたさん28からなるユニットで、 彼らのパフォーマンスはアメリカカリフォルニア州で開催されるコーチェラ音楽フェスティバル内の特別ステージ88ライジングフューチャーアースで披露されます。ナンバーアンダーライン愛がコーチェラに出演することは彼らにとっての夢の一つであり、このニュースを聞いたファンたちは胸を躍らせました。彼らはコーチェラという世界最高峰の舞台でパフォーマンスする機会を与えていただき、 本当にありがとうございます。私たちはこのチャンスを最大限に活かし、皆さんに最高のエンターテイメントをお届けします。ぶちかまします。とコメントしました。ナンバーアンダーライン愛の夢が一つ一つ叶っていく姿は、ファンたちにとっても喜びの源です。彼らの成功を見るたびに、私たち自身も幸せな気持ちになり、自然と笑顔が広がります。 彼らが今回のコーチェラ出演に向けて一歩ずつ前進していく姿を見ることができることに、私たちは心から感謝しています。ナンバーアンダーライン愛の成長は驚異的であり、彼らがコーチェラで魅力的なパフォーマンスを披露してくれることを期待しています。彼らはただ単に音楽を奏でるだけでなく、コミュニティに勇気と希望を与える存在です。彼らは挑戦を恐れず、 希望中傷などにも負けずに前進しています。その姿勢は本当に素晴らしく、私たちに勇気を与えてくれます。ナンバーアンダーライン愛が88ライジングの目に留まり、コーチェラへの出演が実現したことは、彼らの才能と努力が認められた証です。彼らが世界の舞台で輝きを放つことに、多くの人々が応援しています。 彼らがぶちかまってくれることを心待ちにしています。数年前からナンバーアンダーライン愛を支持してきたファンとしては、彼らの成長に目を見張るばかりです。彼らが夢を叶えるまでの道のりは簡単ではありませんでしたが、彼らの諦めない姿勢と失敗を恐れない心が彼らを成功へと導いたのです。コーチェラへの出演が実現した今、私たちは、 彼らの新たな挑戦に胸を躍らせます。彼らのパフォーマンスが多様性と豊かさを称え、コミュニティに新たな希望とエネルギーをもたらすことを期待しています。ナンバーアンダーライン愛の活躍は、彼らだけでなく、広い視野を持つ人々にとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。彼らの成功は、夢を追い続ける人々に勇気を与え、 自分の可能性を信じる力を与えるのです。私たちはナンバーアンダーライン愛のコーチェラでの活躍を心待ちにしています。彼らのパフォーマンスが私たちにとっての最高の景色をもたらし、音楽とエンターテインメントの魅力を最大限に引き出してくれることを願っています。彼らの才能と情熱が溢れるステージに私たちは心躍らせています。 ナンバーアンダーライン愛がコーチェラに出演することで、彼らの音楽がより多くの人々に届くことになるでしょう。彼らの活動は単なる音楽の枠を超えており、コミュニティの一員としての存在感を持っています。彼らの音楽は人々を結びつけ、共感を生み出し、多様性を称える重要なメッセージを伝えています。ナンバーアンダーライン愛のコーチェラ出演は、 単なるイベントの一瞬だけのものではありません。それは彼らの人生と音楽の旅の一部であり、彼らが目指す目標の一つです。彼らはこれまでに数多くの困難を乗り越え、夢に向かって歩き続けてきました。その過程で培った経験と成長を、彼らの音楽に反映させることで、私たちに感動と勇気を与えてくれるのです。 私たちはナンバーアンダーライン愛のコーチェラ出演を心から応援しています。彼らの新たな舞台での活躍が世界中の人々に希望と喜びをもたらすことを願っています。彼らのパフォーマンスが私たちの心を揺さぶり、新たなる扉を開くことでしょう。私たちは彼らと共に最高の景色を見つけ、未来へと踏み出していきます。